これはレイヤーもちゃんと後ろ下がりに入ってるし、ラインも後ろ下がりに絶対なってるはずなんですよ。レイヤーも絶対後ろ下がりになってるはずなんですよ。それでも、それでも、それでも、それでもここが重くなる。それでも、ここなんですよ、ね。ここなんですよ、ね。一応あのウルフに くびれたウルフに切るっていうことなんですけど、そんなに本的には長さをすごく切りたいわけじゃないんですよ。で、カウンセリングで伝えたのはこのくらいだったらそんなに大きくイメージが変わりませんよっていうところの話をしたんですね。でまずそれどういう話かっていうと、これってまあ長さで言うとミディアムじゃないですか。ミディアムからセミロングに入るところっていう感じですよね。肩につくとミディアム、鎖骨下ぐらいまでが、まあ、ミディアムかな。でその下ぐらいまでいくとちょっとセミロングかなっていう感じになってくるんだけれど、とりあえずその、ミディアムからセミロングの長さがある程度キープできればそんな長さは変わらないですよって話をして、一応こうふわっと横持った時にこの肩骨の付近から出てくるところは切っていいでしょうかっていう話をしました。だからまあ指2本分か3本分ぐらいでこう切ることでこうパーマがちょっと重なってるんですよ。で髪質がすごく柔らかくてパーマすごくかかりやすいかと思いきやすげえかからないっていう髪の毛 で、ちょっともう何となくかかってるけどちょっとダメージがあるので、まあ、ちょっと切りたいところです。でそのくらい先は切って、でシルエットが現在割とこう裾広がりになっているので、もうトップの長さが分かるか、肩下まで来てるんですね。トップの長さが肩下に来てるってことは全体の長さが肩下に来てて、トップの長さも肩下に来てるってことはほとんど締まりがないんですよね。裾にこうふわっと広がっていく A ラインになって、ただ前回も僕結構レイヤーで切ってるんで、下はそんなに揃ってないですよ。下はこういうふうに斜めになってるんだけども、トップの位置はもう完全に下に来てるからくびれはないです。くびれがない菱形っていう感じ。ちょっと難しい。映ってますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？今ゼロです。ゼロでもしょうがない。さっき4人ゼロに、ゼロに私のインスタでやりましょうか。やりましょうか。あれはすごい。それはちょっと6000人ぐらいいるんですよ。すごい。後ろでいいですか？すごい。本当に本当にそれ求めてる人いますよね。ファンの人があれも見ちゃうから、あの本名で言われちゃうと、あ、ちょっと待って、そういう話、名前言っちゃダメですね。芸名で行けばいい。芸名で。コジ、コジ。コジ、さんでいい。コジ、コジさんでもいい。そしたら誰か持ちますよ。コジ、今からコジさんです。やります。何人ぐらい来るのかね。わかんない。でもよくさ、6000人とかいたら100人とか見てるよね。全然多分。でも私インスタライブねやったことないですね。ちょっとやってみましょう。そしたら。どうやってやるんですか？自動でいけると思うんで、でもう一回押して、ここライブで、ライブで、でこうくるっとして、あ、自動にして、でここに向かっていってもらって、うん、いいですか？いいですよ。で、はい、配信中ですね。それは難しいね。すごい。一緒に映っちゃっていい感じ。コジさんです。なのでこっちが燃えちゃう。緊張してきてるこっちが。花田さんだ。いらっしゃい。こう初めてのパターンなんですけど。で一応こうこのくらいだったら長さが一応そんな変わらないですよっていう話をさせてもらったのと、トップのレイヤーの位置が肩口よりも上に来ることによってくびれが出るんでスタイルが分かりますからちょっとスッキリしますっていう話をしていますので、でも一応本人的には OK っていうことなんで、そこで生かしてもらうっていうか全然話で大丈夫なので勝手にやってください。で、このスタイルで一番問題なのは、サイドの長さが毎回言ってるんですよ。バックよりも落
ちると形にならない。だからふわっ、まあ、イヤツイヤーぐらいの感じなんですけど、イヤツイヤーの毛よりもちょっと後ろぐらいの毛がふわっとこう巻いた時に、このサイドの毛がここにも下がってしまうと、くびれは絶対出ないんですね。でこれはできてるようでできてないです。もう申し訳ないんだけど、他の方が切ったところ、うちのスタッフもそうなんだけど、切った後に入っても多分ちょっと出ないんですよ。こう割とこう下がっちゃうんですね。そうするとどうしてもね、この辺のまとまり感が出なくなるんですね。だから前下がりにならないようにまず切っていくっていうのがすごく大事になります。何人来てますか？5人ですね。じゃあ大丈夫です。こちゃんの方自体やばいですよね。そうですね、こじさん入ってきます。でバックの長さ設定はさっき言ったようにこうサイドにした方がいいので、サイドへ持ってきて後ろで切っちゃってサイド持ってくると、そのサイド直接じゃないから、そのなんとなくこう勘できることになるので、まずこれさっき言ったこう肩骨のあたりっていうところ、しかもこうギュッて引っ張って肩骨だとこんだけ出るんですけど、ふわってやって肩骨だとこんだけしか出ないんですよ。これもすごく大事で、どっちが大事か、どっちの方がいいかっていうと、やっぱちょっとある程度サイドにこうふわっていった状態で肩骨のあたりのところをまず掴んで、ここでまず設定します、ね、長さを。こっちも同じように設定していけば、これ別に全然関係ないんで、こうテンションかけることは関係ない。ここでこの長さがある程度こう設定されるじゃないですか。でここからバックを切っていくんですけども、バックはバックのライン的にはこうズドンってこう繋いじゃっても別に差し支えはないけど、やっぱり多少はこういうラインにならないと柔らかくないので、先ほど切ったラインがここに出てくるじゃないですか。ここにこれね、これ出てくるから、ここから真下に繋いでいきます。真下に垂直にコーミングするんだけど、コームが曲がってる状態って何つうんでしたっけ。これオーバーダイレクションってないですよね。こういうふうに切るじゃなくて、まっすぐ下ろすんだけど、コームだけこういうふうに傾いてる感じ。なんていうんですかね、ダウンシェイプします。で、あんまりこう最初から丸くしようと思わないで、まっすぐ。これって前眉毛の話もしたと思うんですけど、眉毛を描くときもこう丸く描くとアンパンマンみたいな眉になる。直線でつなげて、直線で山の位置まで直線でつなげて、要するに眉山眉尻、眉山、眉尻、眉頭を直線に繋げていくと自然な眉になる。で、これアウトラインで終わりです。これで丸くなってるんですか。実は最初からこういう風に丸く切ると実は丸くなる。で、今度は、バックセンターからこのまま横にこう出していく。で、ガイドにすべきところっていうのは、今の感じで言ったらほぼ一番後ろのあたり、この辺りから、ここ繋がってますよね。この辺から前へまず繋げてみます。で、これは今この長さだからこうやって繋げてるんですけど、こう後ろからピッピッこういう感じで、ここから分かる？ここのガイドからズドン、ここからね、ズドンって切っちゃえば、ここもガーって短くなって、もうレイヤーブワーって入るんだけど、そうするとこの長さだとちょっとこうニーニーでサイドの長さ決まらないで、結果的になんかサイドがすごく上がっちゃったみたいな感じのスタイルになるので、で、今回はある程度アウトラインをしっかりつなげた状態からレイヤーを入れる。結構は切らないですね。はい、こんなもんね。バッサリ切るのって、これなんか敵みたいになってきてる。確かに敵みたいになっちゃう。あの、一応篠崎さんも行ってみてくださいね。篠崎さんの YouTube なんで、
塩崎さんも映ってます。そうすると、まあ、舞い上がりの自然なライっていう感じにお店でなってる。でこれも、まあ、なかなかのことだけど結構上がらないのが結構いいっていうところ、ちょっと怖いな。しかもちょっと揃えるぐらいって言われると美容師の感覚として、揃える程度でお願いしますって言われると、なんかこっちがこう結構短くなっちゃうとまずいかなみたいなと、割とこう奥で半年ぐらいこう放置したりとかして、サイドを補正するのがすげえサイド切るじゃんみたいな感じになって、ちょっとビビっていけないみたいな感じがあるんだけど、あまり長さの設定は、こっちの長さの設定は関係なくて、こっちの長さにつなげてくるって感じで、この時にこんだけ出ちゃえば、そこはやっぱりこう切っていくしかないと思うんですよ。っていう感じ。これでもそんなにこう、多分乾かして正面から見ると、そんなに後ろの毛が極端にこう長くなってるわけじゃない。そんな感じだった。こう、正面から見てもらうとあるんだけど、そんなにこう上、前上がりにこう、ぐわーってグラが、エリアが入ってるっていうラインじゃないんですよ。こんなもんなんですよ。この、なんていうか、転がりというか、このくらいでこのくらいしか入らないんだよっていう、その、美容師的に言うと、まあ、ゴミ1本上げちゃったら、とんでもねえぐらい入っちゃうじゃんみたいな、僕で。あれと同じで、あんまりこう上げなくても、そんなにこう、しっかり入るんですけど、逆に、レイヤーの場合には、結構上げていかないと、エリア入らないと思った方が、裏は簡単に入っちゃうけど、レイヤーはあまり入らない感覚。うん、でこれからこれで作業がほぼ整ったので、ここからレイヤーを入れていくんですけど、レイヤーの作り始めは言ったようにこのままフェースラインにまっすぐ出していって、まあこの角を床と直角で落としてしまうっていう、こんな感じですね。でもっとこう上げていけばさらにレイヤーが入るので、オンベースの位置ですね。でこれでもね、顎ぐらいは行ってないですよね。多分顎よりもちょっと下ぐらいですね。乾くと多分顎ぐらいだと思うんですよ。でここから45度にずらしていって、ツヤツヤのところでオンベースになっていく。結構他のお店から来た方のレイヤーなんかを見てると、バックがやたら短い。これは多分中村も感じてると思うんですけど、ここに来るとすげえ短いバックが。だから要するにここしかレイヤーが入ってない。前入ってないけど後ろ、うん、後ろペラ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 っていう一番最悪の状態で、でこっちが重くてこっちが軽いみたいな状態になるんですよね。で分かると思うんですけど、こっちが軽くてこっちが重い方がバランスがいいっていうか、メンズでもそうですね。メンズで違うか、違うこと言ったな。まっすぐ出して角の部分をカット。でここで左右これがある程度合っていて、さらにオンベースの位置まで上げてこの角を取っていって、このまま45度後ろに引っ張ってきて、でイヤツイヤのところでオンベースに、でこのままそんなに短くないので、大きく、なんていうんですか、細かく取る必要はないので、ただここの時に、まあ、中村さんとかそういう勉強してると思うんですけど、こういう風になっているのとこういう風になっているのってもう全然形が変わってしまうし、
こういう風になってるのでも全然形が変わってしまうんですね。だから、結構難しいんですよ。ちょっとぐらいでくださいとかっていう感覚っていうのはすごく難しいから、こういう風に切るんだったらもうオンベースに切るっていう、この中心からオンベースに切るっていう感じのところはしっかりこう体にこう染み付かせておかないとうまくいかない。でその下、この下このまま床と平行ぐらいに引き出してきて角が出れば、でうちの勉強会というかカットのマニュアルであればあんまりそういう切り方はしないと思うんですけど、下からレイヤーを入れていくと下はもうスカスカになってしまいます。でこちら篠崎さんのインスタって 何人ぐらいなんですか？5人ぐらい。なんか来たのは4人なんですけど今はゼロです。内田さんが来ました。こんばんは内田さん。でさっき言った下からっていうのは割とこう耳のところぐらいからこういうふうにブロッキングを取って、こういう感じで、あ、ごめん、こういう感じでブロッキングを取って一番下のアウトラインからこうやってレイヤーを切っていくっていう、あの美容師は結構いるんですけど、こうやってこっからこうやってやってこうレイヤーカットをしていくと多分後ろだけ軽くてここがすごく重いレイヤーカットになるんですよ。だから繋がらない。だからなるべくレイヤーだったら前から切ってきた方が、あのレイヤーで柔らかいレイヤースタイルになるはず。特に後ろだけレイヤー入れておけばさっきみたいに切ればいいんだけど下がスカスカになるから、でトップで合わせていくで、でセニングいきます。セニング、まあ、おさらい的にちゃんと言いますけど骨格のこう一番出っ張った位置から出っ張った位置をつないで8ラインですね、8ラインでつないで、なんて見てますか、これみたいなもんなんだね。あ、でも、でも結構ゴールデン、もっと遅いタイムなんですか？うん、ゴールデンタイムじゃないんですよ、コジさんとしては。もうある程度閉まってます。で、この前中村さんに言われて、なるほどと思って、自分でも自分もなんとなくそういうふうにやってるっていうことなんですけど、跳ねたければ、上から。内巻きにしたければこうセニングの、そうですね、セニングの跳ね方がレイヤー、要するに、グラデーションっていうのはこうだからカットライン、だからこういう風に出れば内巻きに入る、逆にこういう風に出れば跳ねてくる、ここを跳ねてもいいんですけど、くびれを出すためにさっき言ったように反対に出ますね。だからここそんなに量感取んなくていいんで、上の方からこういう風に入れていって、こういう風にですね、こっち側をこう、上側を削るっていう、上側を軽くしていって、量感取ったら質感も上の方、要するにここがレイヤーになってると思うんですよね。上側を削って質感取る時もこの上をこう削っていく。上側を削っていってこっち側を削っていく。上側を削っていって質感も上側を削っていくと、まあ、カットでレイヤー入れたのと同じような質感になりやすいっていうことですね。今静岡県在住なので、また機会があるかもしれませんけど、今静岡県
めっちゃ激しい。こっちは逆に、こっちは逆に、こう丸みをこう出したいところなので、下側を、下側の量を削っていって、で、下側を削っていくことによって、グラっぽい入りをしていくっていうことですね、中村さん。下側を量を減らしていって、指の形が変わってるでしょ。さっきはこういうふうにオンベースできてたけど、グラデーションは上が長いんでちょっとこういう手つきになるんですね。で下を削ることによってグラっぽい入りをしてくる。下を削っていってでこっちはで、そうするとここにこうくびれが出やすい状況になる。ここは跳ねたくないのでもう両肝だけ自然に落としていきますね。両を落として、あ、そうそう、コメントね、いただいたんですよね、 YouTube の方にコメントいただいたんですけど、こう久田シザース使ってみましたっていう方なんですけど、久田シザースのこれ 50% なんですけど、こう全く引っかからないのでこうですね。はい、でちょっと使い込んできたら、当初 50% 透けてるよりも今多分透けてないと思うんですよ。逆にすごい使いやすい、ちょっと減ってちょうどいいかなっていう感じ。あ、どうぞ全然触っていただいて、全然触っていただいていいし、近くを開けると芝伸ばしちゃう。伸ばしちゃうんだ。千カット行ってみようかとか。千カットはダメですよ。千カットはダメらしいですよ。怒ってる。あ、後ろの女の子可愛いって言われてる。イエーイ。後ろの女の子、ね、おい、変なの、変なのでデビューすんなよお前。一緒にデビューする。変なのでデビューする。そっち、ここも同じです。笑顔かわいい。下側から、下側から行って、あったって、ありがとう。で、あっちめとこしないの、グラっぽく入れて、なんか面白いな今日、下側から来てて、だってこっちは、こっちはさ、こっちは YouTube のさ、ちゃんとだって勉強会をさ流してほしいっていうさ、あのなんかメッセージがすげえ多いんで、この前あのメッセージ機能でアンケート取ってみたの。そしたらなんか勉強会動画流してほしいっていっぱいいたよね。だからやってんのに、なんかこっちはこっちでインスタやってるし、なんかよくわかる。これはコメディーな、なんかいろんな動画工作してるって。あ、松野さん。あ、いない。下出しだ。そうするとこう丸みが出るというんで、こういうのどう、面白いね。面白いって言いながら勉強になるのが一番で、これで毛先大丈夫だよ。毛先は今全くこれ、下はなんとなく削れてるんだけど、でも切ったラインはそのままなんで、ラインはあの一番簡単なのは、下でこう直接こうラインを見た状態でぼかしていくのが一番簡単だと思います。まあこうちょっと、やっぱりある程度ベースがここで、例えばドライしてからチョップ入れるとかいろんなやり方があるけど、やっぱここで削れてないといけないものの意味がないと。あのある程度この状態でラインのところまでは削れてあって、でかつドライの上に少しチョッピング入れるとかって言えば効果があるんだけど、ここでラインがバッチリ出てる状態なのを最後のチョッピングで消すっていうのはほとんど無理で、多分あのなんとなく身に覚えがあると思うけど、今もし時間がかかってるなら多分そういう原因だと思う。
キットシェア、あ、シェア、あれかな。で、ースラインの先を見ながら、ある程度ラインだけは、ラインだけはここで、この状態でラインだけはちょっと消していく。俺、最近どれくしてる。ほうれん線をすごくした。ほうれん線。ちょっとこっち切り出すと、こう、今、白がバックになるように映って映してもらうと分かるんですけど、これを 50% でこう削っても逃げるんで、割とこういう感じなんですよ。あ、勉強会だからね。意外と、うん、意外とそんなにズドンってなくなるわけじゃないのね、使い方によって。多分ズドって入れるとドッとは取れるんだけど、割とこうチョッピング的に入れたりとかして綺麗にぼかすことができる。 50% でドライでここまでやって、あのウエストの状態でここまでやっちゃえばドライの時にめちゃくちゃ楽ですね。でもうこの時点でもう前髪乾いちゃってるんで、前髪を作っちゃう。一応本人規模はある程度前髪作りたいって言ってると、今までの経験上あんまりこう薄眉じゃない方が好きだと思って。はい、ちゃんと覚えてますよ、さすが。なのでそんなに浅くなくで、ちゃんとドライしてからでもいいんだけど、この時点で少し決めちゃった方が楽なので、これ的には。これ、ブツッと。確かに、振り込みちゃうね、めっちゃ。そうですね、そのあとね。お、すいません。一応長さだけ。でちょっと最近あの YouTube とかのこの動画を撮ってて、自分でも手がすげえ遅くなってるっていうのが気になっていて、まあ、ちょっと慣れちゃってて、なんか前撮影してるから早く切んなきゃっていう感じだったんだけど、ちょっと最近慣れてるんで、自分でもちょっと意識しないとダメだなって最近思っています。はい、ここでちょっとライスなんですけど、そんなには極端には切ってないですよ。はい、さっき最初言ったように、この肩骨の位置、うん、肩骨の位置に自然に落ちてくる長さに一応切ります。はい、で、ふわって乾かすと、ここのトップの位置がさっき言ったようにこの位置に入ってくるので、本当だ、くびれが、こう出て、自然に、割とこう、くびれうるっていう状況ができる。ちょっと乾かします。くびれうる。くびれうる。くびれうる。によるんですけど、ボブ的なこういう、見えるかな、うん、見えてる。こういうボブ的な髪型でボリューム出すのはちょっと難しいです。逆にあの今こう今カットしてるような、今カットしてるようなトップが短いスタイルだったらば、割とボリュームを出すことはできると思うんですね。
で、ボリュームを出すのに一番大事なのは分け目つけないこと。ちょっとやってみます。ですって後でやってみるんです。待ってください。これ今これ出したけど、これはサイド毛なんで。そう、サイド毛。これサイド毛なんですよ、これ。サイド毛ブライダルの時に使うので。そうなんですね、これ残しておいてください。あ、もしかしてボブです、トマさん。大丈夫です、やり方を伝授します。もう多分これ50。今の子かわいいって。もう50パつけないんだよ、なんか人気高いぞ。どうする。違う、お前変な世界だよ。変な世界だよ。失礼します。本業忘れんなよ。かわいい子が本業忘れんなよ。後ろにいるからね。はい、あ、ボブなんですって。ボブ、はい、やり方を教えます。分け目つけないことです。分け目をつけない、難しそう。だから分け目がセンターだとちょっとテクニカルですよね、ボリューム出すっていうのは。分け目センターじゃなくて、やっぱりちょっとサイドに避けておかないと。あんま透けなくないの、分け目が。もう使ってない。でも透けない気がします。透けないと思うんですよね、多分ね。この状態で見せてもらっても分かるんだけど、ね、パチンって長さ、ね、長さに近くなんないけど、あんまり。慣れちゃったのかしら、俺がその逃がし方を。ああ、分け目めっちゃあるって。うん、分け目がセンターで分かれてるとちょっと難しいので。でもこれで正直言ってドライをそんなにしなくてもいい感じ。自分で切っちゃうのね、みよちゃん。なんですけど、すみません、ちょっと危ういですね。これ絶対これ勉強会になってる。大丈夫、インスタライブがちょっとバッチみたいです。インスタライブの方が楽しい。ずっと犬の顔で。可愛いですよ。実は。実は犬の顔になって。あのスタンプついて。あ、俺犬の顔になってるの。可愛いのついてます。こっちハートです。そんなのできるんだ。はい。できますよ、それ押すと。あの顔になんかキラキラみたいなついてるとこ押して、そこ押してちょっとシュシュシュってやっていくと。いっぱい可愛いのってくる。あ、ほんとだ。あ、押した子。かわいい。あれになんかハートが飛んでるよ。すぐ分かれる。しかも図工ハサミで、図工ハサミで切ってる。すごいな。すげえ、それはやばいっすよ。髪の毛傷む。あ、傷んじゃうんだって。うん、やっぱ傷む。髪の毛の断面、断面がこう、パチってこう、そうそう。髪の毛の断面がこうパチッてこう切れてるのと、ズザズザズザって切れてるのと、ズザズザズザってなる、うん、になっちゃうと結構傷むので、工作バサミはダメですね。ダメですって。あー、かわいい、ありがとう。あー、かわいい。で、このバックとの、バックとの、その重さのバランスを見てほしいですよ。その、ここね。こう、ふわっていった時に、やっぱ一番重く感じるのって、ここなんですよね。だけど、ここが軽くなってるんですよ、みんな。どこの人のカットを見ても、他から着る人も、またながらうちのスタッフもそうなんだけど、ここが軽くなってるんですよ。で、レイヤーがそのこうやって入ってるんですよね。じゃなくて、レイヤーもこういうふうに後ろ下がりに入れたいし、ラインも後ろ下がりにしたいじゃないですか。でその時に一番重く感じるっていうのは、ここなんですよ。この部分なんですよね。だここの部分は結構重点的に、ある程度量感質感取れれば、削っていかないとバランスが取れてて、ここが一番重たいと思った方がいいです。これもです。ここに書くと、金払うの嫌だ。あーね。なるほどね。こんな感じで、そうするとここが一番軽くなってくるので、こう見た時のバランスなんですよ。こう見た時のこの時に結局ここが一番軽くないと軽い感じがしない。こっちが重くてこっちが軽い方がいいんですね。だけどほとんどの人がこっちが重くなってこっちが軽くなってしまう。レイヤーがこういうくびれる状態にレイヤーを入れたいのにもかかわらず、レイヤーがこういう風に入ってしまうんですね。さっきみたいにもう一回解説すると、ここからこういう風にレイヤーを入れたカットをしていくと、ここだけレイヤーが結構高く入って、こっちは入らないから、レイヤーが前下がり、ラインが後ろ下がりっていう状態になって、でかつセニングもうまくないんで、どうしてもここが一番重くなるっていう状況が生まれるということです。
すめシャンプーありますかって。資生堂プロフェッショナルがいいです。だそうです。アクアインテンシブル。アクアインテンシブルですね。だそうです。この状態を見てると、これはもう何も、これはレイヤーもちゃんと後ろ下がりに入ってるし、ラインも後ろ下がりに絶対なってるはずなんですよ。レイヤーも絶対後ろ下がりになってるはずなんですよ。それでもここが重くなんですよ。それでもここなんですよね。高そう。この部分ですね。だからここのリア、ここの部分の重みをまずしっかり。君ぐらい美容室行った。あ、そうなんだ。美容室ダメなこと、そこは知ってる。どうしても前髪が自分で、あらまあ。そうなの、美容室行ったんだ。はい。男性用のおすすめシャンプーありますか？資生堂の何がですか？男性用おすすめ。先生惚れて。資生堂がいいですね。資生堂推しだそうです。資生堂プロフェッショナルです。プロフェッショナルだそうです。はい、美容室でしか売ってないんで。そうなんだ。はい。アマゾンとかで売ってないんですね。売ってないですね。こんな感じ、わかるかな？今全然変わったでしょ。めっちゃ軽くなりました。めっちゃ軽くなったよね。だけど、これをここばっか軽くしてると軽くなんないんだって。入ります。お願いします。エセクションしてたそんなの。ここは全然このままでいいぐらい。でここでこれをこっちを軽くしないと、こっちから軽くしちゃうと、もうこっち軽くなりすぎちゃって、こっちも間に合わないし、いくら軽くしても。だまずここバランス見るとき、ここの軽さを見てから後ろはむしろ重くても大丈夫。前のボリューム感は変わったでしょ。こうじゃないと他の人が見たときに軽さ出ないですよね。結局ほら軽くできる選手権になっちゃうじゃないですか。どん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 軽い方がでも俺はいいと思う。軽い方がいいと思うけど、あとはちょっと気になる重みの重みの後ろとかですね。今はこれ量感取ってるんですよね。量感をここを削るっていうのは質感を削るってことじゃないですか。でもこれがラインが残ってる状態でいくらこういうふうにやってもここはもうボケないっていうことです。っていうことです。これ犬になってる。はい。ワンワン。ここに映る人みんな犬になりますか。カメラマンイケメンハハって言ってる。カメラマンイケメンだ。カメラマンはどうなったか。こっちですね。イケメンだそうで。ちょっと。照れちゃってる。こんにちは。すごい照れちゃってる。ここでちょっとこう下から撮っていただいて、ここでこうラインが多分これ映像で見ると多分結構残ってる。かわいい。残ってるんですよ。あの映像で見るとこれラインが結構残ってると思うんですよ。でこれをぼかすのに、さっきありがとうございました。ありがとうございました。さっきやってたこういうあのドライバサミでこういう風にやっても、だってぼかしたいところをこうやって握らなきゃいけないから、ぼかしたいところを握ってんのに上から削っても多分絶対ぼけないと思うんですね。だからその前にそんな格好つけないで、こういう感じで毛先をぼかしていくしかないという感じで、ある程度ここを格好つける必要はないです。揃ってる方が格好悪いから。こういう感じです。あ、でもさっきより全然違うよね。そんなにこうスカスカにしないためには、ここからこうやってやったらスカスカになっちゃう。それからここをぼかそうと思ってこうやってやってもスカスカになっちゃう。落ちてくるところで直接的に軽くしていかないと、ラインをいざ消そうと思ったら、ラインを例えば前髪もそうじゃん。前髪とかでこうマッシュ系でこう前髪がこうどうしてももうちょっと重たくていいんだけど、ちょっと毛先の
ラインをぼかしたいっていう時なんかはこうやって持ち上げてこういうふうに切るよりは切るとこう、ここの 上に落ちてくる毛ももちろんついてることになるので、まあ、自然に落とした状態でもう直接的にこういうふうに、でしかも奥からじゃなくて本当毛先の、2センチぐらいの位置を少しこうやってもらうと重みは変わらないで毛先のラインは消える。ラインはやっぱり消えてた方がいい。パチッて。で終了です。じゃあの巻き巻き講座がいいかな。中村の巻き巻き講座がいい。それで行きましょう。え？それがいいと思う。それがいいよ。ここで終わり。で、ボリュームが出るやり方をやります。はい。ボリューム出したい方。いいかな。これ。はい。なんか後ろから可愛い子が来た。こういうのないってないんだそう、はい、これは、エルドットのポリッシュオイルはこちらのポリッシュオイルは、時間が経つと酸化して臭くなるって言われてるんですけど、これないは臭くならない。へ、はい、で感じ的にはあのエルドット結構似てる感じです。でボリューム出し方なんですけど、まず毛先にオイルはしっかりまずつけて、でいい匂い、はい、かなり香りです。でここ分け目ついてるじゃないですか。分け目、うん、ここね分け目つくじゃないですか。ここね、これを、ほんのちょっとでいいんでまさぎます。薬局とかにありますかって聞いて。あ、薬局とかにあるんですか。ないには、ないにはない。売ってません。体のボリュームで売ってないんだ。はい、こうやって病室だ。こうやってちょっとしたボリュームですか。こうやって分け目とかします、うん、今までは自然に乾かすと重力なんで必ずこうやって分かれますね。こうやって分かれます、うん、それをちょっと5ミリぐらいでいいんで、またぎます、こうやって。いっぱいまたがなくていいです。で、まずこうやってやると、トップのこの位置はですね、ちょっとふんわりしやすくなるんで、それだけで。それ以上出そうと思ったら、いろいろまたコツはあるんだけど、ちょっと難しくなっちゃうんで、それが多分いいと思います。ジグザグ分けって聞いてる。そうですね、ジグザグ分けに近い感じですね。はい、こうジグザグこう取っても別にいいんですけど、こういう感じでジグザグ取っても大丈夫です。今ある分け目をほんと5ミリぐらいちょっとまたぐような感じでやってもらうってことと、あとボリュームが出た感じって空気感なんで、内側をこう耳にかけたりとかしてもらうとボリュームが出た感じがしやすい。耳にかける、はい、でこのカット的にはこうくびれてるので、ここが、くびれてるのでトップのボリュームは出たように見えやすいと思います。早速今日やってみるって、はい、ぜひ、はい、よかったらおじさんの顔は持ってないので失礼します。これもう終わりましょうか。あ、終了、ね、はい、またね、バイバイみんなバイバイバイバーイ。アーカイブ見てね、24時間残ってるよ。みんな150人いつもありがとう。終わった。楽しんでいただけましたでしょうか。うん、あ、でも、何人見たんだろう。94人見ました。すごい。少ないんじゃない、大丈夫ですか。いや、すごいっすよ。でも、これ24時間の声じゃないですか。でその間ストーリー150人から200人ぐらいみんな見てるんですよ、全部のストーリー。だそれをアーカイブに入れちゃえばいいんですよ。アーカイブに入れちゃえばずっと残ってる。
ちゃボリューミーだなってなるっていうことですね。ちょっと変わりましたか。この長さで少しここでくびれてるので、はい、でさっきのようにくるくるってやって乾かせば終わりっていう感じになります。色味が入って、そうですね、色味入って黄ばみが取れた、はい、であとこう気になるやつは一応いなくなって、いなくなった、いなくなった、このね、この、はい、いなくなってると思います。一匹いたんですよ、はい、いなくなったかな、はい、と思います。長さ的にはまあこういう感じで、今全然巻いてないんで、はい、こんな感じですねっていう感じです。仕上がり写真だけいただければ。締めどうですか。締め、はい、動画的に、はい、動画的にすいません、篠崎的バランスのいいウルくびれ、篠崎的 くびれウルフのバランスのいい切り方でした。いかがだったでしょうか。でもこれかなり、そのなんか横から見た時のバランス感覚ってかなり勉強になると思いますね。なんか勉強になった。綺麗だね。カットはね。ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また見てねー。